皆さんこんにちは。私はピーター鈴木でございます。ピーター鈴木の横丁話と称して、日本の音楽界に関係のある内外の方々との個人的なエピソードをお話ししております。今回は先月号に続いて、ローランドの創業者架橋育太郎さん、架橋さんというふうにお呼びしますけれども、架橋さんとのお話をしたいと思っております。浜松の工場に先月は行ったというお話をしましたけれども、その後も架橋さんは何回も何回も実は東京に出てくるたびに電話をくださったり、一緒に話をしたりというんで、結構密に、更新がありました。で、実は先月号の最後の方にも申し上げたんですけども、彼は技術者なんだけど、音楽面、ソフト面、アーティストとの関係とか、そういうのを非常に重要視する経営者なんですね。でそれで成功してるんです。で、もうゼロからスタートして、あれだけ大きな上場するような企業にまでもしてる、というようなことで、実はこれはなんかうまく架橋さんを お願いをして、我々っていうのはスタンウェイジャパンの、当時私スタンウェイジャパンの社長をしておりましたんで、特約店会議で、ゲストスピーカーでお願いできないかなと実は思っておりました。で、9月に毎年特約店会議というのをやってたんですね。で、もし架橋さんが来てくだされば、もう何を喋ってくださってもいいんで、特約店さん日本中の、25店ぐらい、半分以上はローランドも扱ってるんですね。そんなこともあって、なんか架橋さんの話が特約店さん方にとっても有意義になるんではないかなと実はこう思ったもんですから、まあ失礼ながらゲストスピーカーとしてお話を1時間ぐらいしていただけませんかということをお願いをしました。彼もちろん喜んでしますよということになって、実は9月、ホテルの宴会場ですけど、そこへディーラーさん方集まって、しかもニューヨークから、先月後もお話ししましたけれども、ボブ・ダブという副社長、それからハンブルグの社長トーマス・クロアっていうのも来てくれて、特約店さん方と一緒に架橋さんの話を聞いたと。架橋さんですから、ベンチャー企業から始まって、大企業へとなっていく過程、それでどういう商品をやっていって、アーティストの関係はどうなのかというようなこと、失敗談もあるでしょう。失敗をどうやって克服したかとか、そういうようなことを、ディーラーさんに、結構フランクに話をされておりました。これちょっと私のコピー機あんまりきれいに撮れてないんですけど、架橋さんがマイクで、皆さんこうディーラーさんがあったらこう並んでるんですけど、これはさ、彼が最初に作った時の、オルガンですね。一段の鍵盤のオルガン、オルガンって電子オルガンですね。いろんな写真を映像で出して、で彼なりに話をしてくれました。で終わって、写真を、いっぱい写真あるんですけど、これがボブ・ダブですが、私と架橋さんと、これはハンブルグの背の高いのはトーマス・クワっていうハンブルグの社長です。
記念写真、を撮りました。で、まあ、かけさんも非常に喜んでくださって、でリーラさん方も実は半分ぐらいはかけさんのローランドの製品を扱ってますから、そういう意味で謹慎感はあるんですね。で、まあ私としてはかけさんがスタンウェイをどう思ってるかっていうことを間接的に言ってくださるっていうことは、スタンウェイにとっても非常に権威づけというかですね、なるし、これはスタンウェイっていうのは生ピアノ、アコースティックピアノの、まあ、一応こう頂上にいるようなとこですけど、そこを、まあ、スタンウェイと電子ピアノっていうのは違う領域かもしれませんけども、同じ楽器業界で手法としては同じなんですね。アーティストとの関係とかソフトとの関係とかですから、楽器っていうのはどういうふうにあるべきかということについては同じことなんですね。ということで、これは非常に素晴らしい、ことになりました。さて、そうやってこうコミュニケーションがこうなっていくと、掛橋さんもいろんなことを私にこうアイデアを言ってくれるんですね。で、掛橋さんある日こう言いました。これからの楽器業界はその楽器単独のものじゃなくて映像と組み合わせるとか、そういう複合的なものが面白いんじゃないかと。だから、映像とまた音楽と、楽器で音楽と組み合わせるようなことが面白いかもしれないなと。それと掛橋さんは一生懸命アンサンブルがいいんじゃないかと。これ私ちょっと分かりにくかったんですけど、アンサンブルがいいんじゃないかとこう言ったんですね。で、実はあの頃私もまあスタンウェイのピアノでなくてもいいんですけど、まあ鍵盤楽器を弾きながら映像と組み合わせたいなと。これはアメリカでこう自然の森の中での情景を映してピアノを弾くとか、そういうのはあるんですけど、そうではなくてもうちょっと抽象的なもの、これは生ピアノでやるとちょっと難しいんですけど、電子ピアノでやると電子の技術で波形からなんか色とか映像とかなんかこう出てくるんじゃないかなと勝手に思ったもんですから、掛橋さんがそこまで言われるんなら鍵盤楽器と映像、しかも抽象的な画面の方が、音楽っていうのは抽象ですから、あまり具体的に言っちゃうと聞いたり見たりしてる人が自分での想像と違っちゃうと違うまずいんで、ちょっと抽象的なものがいいんじゃないかと思ったんですけど、彼はやっぱりもうちょっと具体的なものがとりあえずいいんだとこう言ってました。で、実は私はスタンウェイを卒業したというか退任して、あと、まあ、ボランティアで若い音楽家のコンサートっていうのを実はやってたんですね。で、まあ、だいぶ遡って時間が経過したことでなるんですけども、毎回毎回ランチタイムコンサートと称して30分か40分ぐらい演奏してもらって。それでまあ終わりというかですね、これは毎週毎週やってたんです。で、たまたま、これもちょっと横道にそれるようなんですけど、川崎ミューザっていう、ホールが もちろん今でもありますが、サントリーホールと同じ2006人ぐらいのキャパシティのホールを作られて、そこに川崎ミューザをオープンするときに、実は柏木さんという方、この方はあそこは元は東芝の本社があった土地なんですけど、
東芝の電気関係の部長さんで、東芝オーケストラの指揮者と指揮をやったりチェロをやったりしている、柏木さんという方がいるんですね、柏木聖吾さんというんですけど、彼が、非常に音楽造詣深くて、で結局川崎ミューザーができるというので彼は東芝を辞めて川崎市の財団の企画課長をやって川崎ミューザーの音楽企画をやるという立場になってたんです。で私はスタンウェイでしたからピアノを2台買っていただく、フルコンサートモデルを2台買っていただくということで、交渉してたんですね。で、まだ準備段階ですから、ただミュージック音楽監督は川崎市に関係のある川崎市に住んでおられた小川典子さんというピアニストがおります。もう大変今は有名になりました。イギリスに住んでらっしゃるんですけど、お母さんは川崎市に住んでる。で音楽監督は小川典子さんで、小川典子さんが、ピアノを選定するということになるんですけど、実は私が1968年からアメリカに行っていて、1970年代に、小川典子さんはジュリアードに来た、勉強という留学して、それから、イギリス行くんですけど、そんな関係でずっとこう時間を追ってきますと、90年頃にロスで私は小川さんをお呼びして、実はコンサートもやってるんです。そんな関係もあって、小川典子さんか典子ちゃんかっていうぐらいの、当時は仲だった。今大ピアニストですから、もうそんなこと言っていられないんですけど、小川さんで、小川さんが選定をする、柏木さんが、話をした。で柏木さんと話してると、お父さんが実は作曲家で、東京音大の、芸大の前身ですね、作曲家の第一期生なんです。柏木俊夫さんっていうんですけど、その方が実は、松尾芭蕉の句をピアノ譜に作曲したんですね。これはちょっとセンセーションなんですけど、ある松尾芭蕉を皆さんご存知ですけれども、300年祭だったんですかね、ともある松尾芭蕉が亡くなって、ある記念の年が1944年、ちょうど戦争の最中です。もう終わりの頃ですね、第二次世界大戦終わりの頃、がその年で、である画家、石井なんとかさんという画家なんですが、が松尾芭蕉の句を絵にしたんですね。で展覧会をやって、そこに柏木さんが行かれて、おこれはこの句を音楽にしてみようかなと、構想をお持ちになっていたようです。で、題が芭蕉の奥の細道による気まぐれなパラフレーズというピアノ曲なんですね。で彼は話あとで聞いて、息子さんから聞いたらば、柏木先生は30句選んで、これにも曲をつけていこうということで始めたんだそうです。ところが戦争で自分のうちのもう燃えちゃう、ピアノも燃えちゃう、防空壕に逃げなきゃいけない、そんな中で書いて作っていくんですけど、ところが第二次大戦のもう末期になると、日本政府は西洋音楽は一切やっちゃいけないということになるんですね。もうですから、もう隠れてやるしかないんです。で、30曲と思ったんですけど、結局17曲だけ
に曲ができました。ちょっと和声的にはまあペンテトニックっていうんですか、日本的な五音階の和声を使いながら、それでいてドビッシーのような感じの曲です。ひょっとスーッと聴いてると、あれドビッシーかなと思うような曲を作ったんですね。で、柏木聖吾さんがその話を僕にしてくれました。で、楽譜もあるんです。実は初演は安川和子さんが、全曲ではないんですけどやってるんですね。それからニューヨークにいるピアニストが全曲入れて、それで CD も出してるんですね。まあそんなことを柏木さんから私伺って、おこれは面白そうだなと思って、実は浦山純子さんというピアニストがいるんですね。で、彼女は東北、今お父さん仙台ですけど福島出身で、まあ、彼女も、まあ、場所のことをものすごく研究してらっしゃって、東北のですね。で、彼女楽譜見ながら、しかも安川勝子先生に習ったことがある人なんですね。ですからお弟子でもある。あ、じゃあ私これ演奏しますよと、こういうことになって、実はやろうということになったんですね。で、これは最初にもうやることを決めてたんです。その話を映像と音楽というんで、ずっとこう掛け合さんに戻るんですけど、掛け合さんに、いや実は浦山さんで柏木先生の曲をやるんですと、と言った途端に、じゃあ鈴木さん、その映像は僕が作るよと、無料奉仕で作るからと。でも日にちは決まってるんですけど、なんとですね、最上川にまあ担当者でしょうか、行かして写真撮らしたり動画を撮ってきたり、ずっとこう、それであっという間に作ってくれたんですね。で、編集機を、しかも彼が作ったんでしょうかね、ローランドの編集機を作って、これはもう NHK でも使えるような1万7000円で編集機ができてるんです、だからすぐできるんですとか言って、そういう技術屋さん的な面と、それからまあアーティストに対するサービスというかですね、映像作りをやってくださって、さあ当日は大騒ぎ。これはまあちょっと飛ぶんですけど、これが実際にやったものです。これしかもですね、この浦山純子さん、たった30分の演奏なのに和服を着て、それで、実は17曲全部やるわけいかないから、6曲だけ選んでやってくださったんですけど、まあ、こんなことがありました。これは掛け合さんが映像を作ってくださったというエピソードです。ここでちょっと休憩をして音楽を聴いていただきたいと思います。Thank you.
今は休憩前まではですね、映像と音楽ということで、芭蕉の奥の細道の映像を掛橋さんが作ってくださったと、こういう話をしました。で、ちょっと名前が出なかったんですけども、その、柏木先生が曲を作る動機になったのが、松尾芭蕉の300年、生誕300年、しかも没後250年という記念の年だそうです。で、絵の展覧会に行ったのは石井白帝さんという画家が句をもとにした絵を作って、展覧会やった。そこへ柏木先生が行って、30曲を選んで30句選んで曲つけようかなと、こう思われたというところですね。結局は17曲だったんですよ。これは先ほど申し上げましたが、安川和子先生が一部初演をして、それからニューヨークのピアニストが全曲入れて CD も残ってると、それから柏木さんから私はいただいた楽譜もあるということで、この柏木敏夫先生のこれも改めて世に出ていくと、こういうことになるんですね。で、実はこれはこの話はさらに、発展をしていきます。これは次の方でお話をしますけれども、一時が万事ですね、掛橋さんと話をしていくと、いろんなところへ飛んでいくというかですね、アイディアがいっぱいあるんでしょうね。ですから今回は映像と音楽で、彼は映像の中でもアンサンブルって、ここはちょっと僕はまだ今でも分かんないですが、アンサンブルがいいよってこう言ってらっしゃる、だから多分その映像のと音楽で、我々が言うアンサンブルっていうのは楽器のアンサンブルと思っちゃってるんですけど、彼はどうもそういうあれじゃなくて、いろんなものの使った映像とか、そういう意味だろうと思いますね。で、結局この2012年に6月にやったランチタイムコンサートが皮切りっていうかね、なって、実は大きな話にだんだんとなっていくんですけど、これは話が長くなりますから来月号に回しますが、掛橋さんと話をしていて、本当に技術者さんらしからぬ音楽の造形が深い方でもあります。で、掛橋さんが時々こうやって持ってきてくれるんですね。オスカー・ピーターさん、ご存知の通り、です。このとかですね、この方も亡くなっちゃいました。富田勲さん、この方も水産業の神さんみたいで、アカデミー賞まで取ったんですね、音楽の面でね。いろんなところへ動くんですね。レモベリーって、これは私のよく知ってる人でもあるんですけども、レモっていう、ね、ドラムなんですよ。ドラムの社長さんなんですね。で、こんな領域まで彼は知ってるのかと思うような人を知っていて驚くばかりです。ね、これはシンセサイザーの神様、ロバート・ムーグ。これはですね、パイプオルガン、ないしは電子大型オルガン、クラシックのアーティストですね、オルガニスト、ヘクター・オルビラって言うんですけど、これも世界的に有名な人です。こういう人とも掛橋さんは親交が厚いんですね。
というんで、まあいろんなこういうのを私に持ってきて、音楽家とか業界の人とかこういう人たちと実は彼はこの千住明さんですね、とかまあ皆さん知ってるような方々と、彼は非常に懇意にするというか、そこからアイデアをもらって商品開発をしていると、これ素晴らしい考え方だと僕は思うんですけど、まあそんなことを、今回はお話をして、次の号ではもう少し発展をします。ということでありがとうございます。